はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウェブ主のピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3ヒーローモードをやっていきたいと思います。前回から全クリに向けて、もうやっていない武器種をクリアしていくというね、各ステージのやっていない武器をクリアして全クリに向けて動いていくよっていう感じで、サイト1を前回でクリアしたので、今回からサイト2を、また攻略していきたいと思います。サイト2なんですけれども、あ、こっちじゃない。サイト2は残り 1,2,3,4,5,6,7 武器あります。まあ今回この7武器を全部クリアするのを目標としてやっていきたいと思います。どうですかね？どうですかね？頑張ります。ふわっとしてますね。はい、じゃあということでやって、あびっくりした。影が上に映ると怖いんだよな。風船とかの影も映ってるし、あれ届くかな。届かなさそうですね。あ、ギリ届くか。オッケー、パー。さあ、寄り道はしましたが行きましょう。これはロングブラスターかな、残り一つ。さあ、回れ回れのね、回れ雪月下でいきましょう。ロングブラスターとスプラッシュボーン。ブラスター系なので射程長くいけますね。ロングですから。タッコさんがぐるぐる回ってらっしゃる。さあ回れ雪月下だよ。はあ、回れ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 、よいしょ。おい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 、危ない危ない。普通にやられる、普通にやられる。この難易度でそれは嫌だ。本当はさ、この回転盾の後ろからこう爆風で倒したいっていう理想があったから、ちょっと奥まで行ったんだけどな。よいしょ。まあ死ななきゃ OK としましょう。まあ一旦そのまま、おっそいおっそい、ボーン、よし、よかった。いやー、ここから狙われるんだよね基本。届く？あ、届くじゃん。ひで、おお、やってしまった。下見てなかった。普通に行った方が早いですねこれ。よいしょ。これが一番早いと思います。わざわざねやる必要ないんですよあんなとこ。ウルトラショットも別にな、いらない。まあ、ブラスターとウルトラショットは射程が長いだけでほぼ同じようなもんだと思いますしね。まあバトルで使うならあれですけど、イカ倒す、イカじゃない、タコ倒すだけだったらほぼ変わんないですね。むしろ、綺麗に撃ち抜かれたな。よっ、マジかよ。ほう、直撃。お前はお前で何黄昏れてんだい。こっちだな。飛びマスト。オッケー。ゴールと。まあ一回やられましたけど、あれはミスです。ただのミスミス。さあ人生にメリーゴーランドのような花営業。さあ、次々やっていきましょう。ペース早めに。よし、ここも第一ステージも無事クリア。他空いてるところ、第二ステージとか関係なくもう空いてるところを順々に見ていきましょう。おっと、ちょっと嫌な武器編成だぞ。射程が物言うのか、膨らむ夢のつぼみ、街のぬくもりに包まれる。いやー、久しぶり持ちで。さあ、デュアルスイーパーに竹。ほう、竹。竹
竹か、まあデュアルスイーパーからやっていきましょう。どうせ竹も次ある。さあやっていきましょう。スポンジを使ってゴールしましょう。スポンジです。ズボンは四角です。すごいっすよねこれ。よっ、縦長いのいいな。よいしょよいしょよいしょ。オッケー、スポンジゴール。さてと、まあデュアルスイーパーは普段僕もね、いろんなガチのところにメインで担いでいくこともありますし、まあ下手ではないと思いますよ。使い勝手自体はね慣れてますから。よし、 OK ですね。お、やったー、いくら。なんか別にそんな意味ないって分かっててもいくらが多くもらえると嬉しい。いやー嬉しい嬉しい、儲けたって感じしますよね。なんかよいしょ、飛びまーす。 OK、 おお、なんか増えるワカメみたいです。よっ、よし、とりあえず、おっとまだ残ってた。へい、いやここにいるんだよ普通に。よし、いやさすがに気づこう。でかっ、よいしょ爆弾に釣られすぎじゃないっていうぐらい釣られました。さーてと、よし、おお、よし、普通にジャンプしようとしたら今スライド出ました。これがちょっとマニューバ系の罠っちゃ罠ですよね。3人揃ってね仲良くと爆弾を 見てますね。よっ、いや今の位置で見失うのおかしくない？よーし、ゴールと。これ竹でクリアしていくのか。まあリアルスイーパーよりかは時間はかかりますよね絶対。クリアだけならねスピード自体は早くできますね。まあ敵を無視するっていうやり方もありますしね。今回こういうやつとか一気にね敵を全員倒す必要はないんですよね。リスクさえ犯す覚悟があれば。まあ僕はどちらかというとリスクは犯したくない方なのでね。よし、竹です。竹とカーリングボムか2ですね。もうスプラトゥーン2の時の竹ってあのサブにカーリングボムついてたんですよ。もうスプラトゥーン2だよこれ。こんな一気に、あ、一発？強いな、そう考えると。そうなんだ、じゃあ強いよ竹。だって一撃でやれちゃうんでしょ。強い強い、それはなんだろう、すごい竹が強武器に見えてしまう。角一だぜ、すげえ最強じゃん。最強の武器じゃん、最強の武器じゃん。めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強いじゃん。予想をはるかに上回る強さでビビってますけど。丸みさとかこんなところにあったんですね。まあ別にいいや。よっ、おいしょ。フルチャージしないと倒せないのか。まあといっても竹のフルチャージはめちゃくちゃ早いですからね。よし、飛びまーすと。最終チェックポイントと、あ、ゲーです、ゲーです。よし、あとはやるだけですね。よいしょよいしょ、いった。え、嘘、油断しまくりましたけど、まさかやられるとは。
どこから残ってた敵、逆に。油断はしないでいきましょう。どこに敵残ってたんですかね。上か。よっ、ほい、ちょっと、オッケー。まあ、油断してやられるのが一番ね、調子乗ってる時の具の骨頂ですからね。いって。よし。まあ、そこまで苦労はしないでしょう。あー、そうだ。いって、あー、くそ。やだなー、あの、動き方。だけで撃ち抜くしかないのか。よっと。よいしょっと。まあ、せっかくなのでね、もらっていきましょう、アーマー。よーし、いきますよー。こう、イカの森で綺麗に上がれたら綺麗なんでしょうね。よっと。あー、ウルショいらない、いらない。わざわざ、そんなのいらないね。だってもう、ウルショより早いし、的確に決められるんだもん。オッケー、ゴールと。まあ、竹は早かったですね。確率取れるっていうのがやっぱりでかい。さあ、ゴールですと。いやー、楽しい。普段竹使ってるとね、敵を倒すのに2発必要なんで、なんか一発で敵を倒せるって気持ちいいですね。ここは大丈夫。ここが残ってる。ノーチラスとジェット、マジですか。ノーチラスとジェットか。まあ、行ってみましょう。まずはまあジェットの方かな。カーソルが合ってる方を先にやるので、多分左側からカーソル合うでしょう。あ、ど真ん中にあった。じゃあどうしよう。じゃあまあ、さっき言ったジェットの方にしましょうか。ジェットスイーパー、クイックボム。クイックボムがついてるので、なんとか、近距離自体はやれますよね。まあ、的壊してゴールしろと。あー、そうか、ライドレールか。はい、頑張りましょう。あー、これあれじゃん。バケスロでめちゃくちゃ苦労したところ。やば。ジェットだったら楽か。射程があるもんな。いや、油断はしない。絶対油断はしない。もう、さすがに成長したっていうところを見せたい。チェックポイント。ここからよ。はっ。あそこ一個が壊せて、壊せた、壊せた。ほい。あそこだね。真ん中がすごい硬いのよ。マジか。インク足りた。オッケー、一発クリア。イエーイ、やった。一発だよ。やった。進む未来へ、時空をかける町在住、時をかけるイカ。いやー、よかったでもこれ次ノーチラスでやらないといけないの。どっちの方が楽なんだろうね。さあ、やっていきましょう。後ろにまたいるよ、アオリちゃん。怖いんだよな、ふとした時にそこに佇んでるから。さあ、てかまあ、アオリちゃんのことこんな風に怖がってる存在僕だけだろうな。さーて、ノーチラス行きましょう。サブは全部食い物なんですね。まあ、かといってね。ノーチラスのいいところは、チャージキープができる点。そして、チャージ、打ってる最中にもチャージができるという、特殊なスピナーってことですね。さあ、貯めまーす。よし、頑張りまーす。よいしょ。ほいほいほい、オッケー。オッケー。
さあ的が見えた瞬間からチャージを始めて、オッケー、ご褒美チャージをします。ある程度むしろ近づけて、この発射レートをうまく活かして、落とせ落とせ落とせ、やべ、オッケー。いやー、バケスロすごい苦労したんだぞここあまりにも真ん中硬くてさ、いやー、初めからノーチラスとかで行けばよかったかもいやー、でもそれはそれでバケスロがすごい苦労する羽目になりますよね。バケスロの初の苦労した場所な気がしますからね、これ。ヒーローモード攻略時で。さて、残りは、ここか。きらめきの高台にヘビブロックが伸びる。ヘビブロックステージですか。北斎とオーバーフロッシャーってまた珍しい組み合わせしてますね。ってことで行きましょう。あんまり共通点はないんですけどね。さあ、どうなるかな。オーバーフロッシャーと北斎。ブラッシュボムとクイボなので、まあ、敵を倒す系？ヘビブロックだよね。さあ、ヘビブロックなので、これは、ああ、そっか。一発で4発分伸びるのか。パパパパパン。楽しいな、これ。しょいっと、しょい。おお、これ。オーバーフロッシャーヘビブロックとすごい相性いいなたまたま当たっちゃっただけぐらいな。よいしょっと、ヘイ、あー、でもまあこれ、こういうヘビブロックのところのおかげで、あの敵の作ったヘビブロックは自分の色で根元以外を塗っておくと攻略ができる、ちゃんと乗れるんだよっていうことが分かりましたからね。よいしょ、オッケー。別にあの遠くの、あ、遠くのヘビブロックか、あれか、攻撃して、あれ、なんかちょっと違う生き方してないか。よいこらしょ、よいこらしょ、よいこらしょ。あ、取りに行かなきゃいけないじゃん。よいしょ、はい、と。じゃ、25は美味しいですね。だーだーだーと。よし。で、あとは、ヘビブロック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 。おー、出来上がった。で、回収。はーぎ。こうまた殴って、おおこと硬いやつ。オッケー。怖いな。よいしょよいしょと。で、あ、届く。うわっぶね。怖怖。あれ届く。くよね。あ、普通に届くね。鍵で開けて、ヘビブロック。で、最終チェックポイント。よっと。よっ。よし、オッケー。あれは、ヘビブロックをまずはまあ起動させてみればわかるかも。おー、いい感じに射線を塞げるんですね。よいしょと。で、ここヘビブロックで普通にやるよりも、塗ってイカ登りしたらどうなるんだろう。よいしょ、登りましょう。登りまーす。あ、これ想定されてるな。よいしょ。ボムを転がして、よーし、1個足りない。ということで、
ゴールです。きらめきの高台にヘビブロックが伸びる、クリアです。とさあ次北斎やったら今回は終わりかな。ペース自体は自分が想定していたよりははるかに速いですね。パート2でここの2つ目を攻略するぐらいで、自分の想定の 1.5 倍ぐらいは速い。本来だったらパート3か4ぐらいまでここまでかかるかなっていう、まあ後半に行けば行くほど1つのステージのね時間が長くなってくるので、こんなサクサクはいかなくはなりますけれども、さてどっちにしろヘビブロックなのでね、よいしょ、イエーイ、よし、ボムコロもできないよ。いしょ、こんなところにあったんですね。よし、クイックボーム、オッケー、よいしょ、でシュッとタンタンと、オッケー、パンパン、まあ、パンチだよーっと。ぶっちゃけ敵のインクを、あーでも元のヘビブロックは塗られちゃうんですよね。これいた、痛えなこの野郎。よし、オッケー、トップね、まずはお前かひどっ、歩いて近づいてったら終わった。で、これはどうしましょうかね。イエーイってやるしかないよね。で近づいてヘビブロックとここを同時に叩く、オッケー、であとは次に行きましょう。よいしょっと、違うないけど、ないなら作れば良いではないか。よいしょ、パンパンパンと、オッケー、鍵と、ほい、1,2,3,4、よいしょっと、あとはオラ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 、指が疲れる、よいしょっと、で、やば、結構縮んでんじゃん、よいしょっと、クイックボール、で、ここのところに、よいしょ、これ早いな、いきまーす、よっ、よいしょっと、もう別によくね、あシュールだったな今の。これで塗ってイカのボレーからの、オッケー、これはシュールだなこれ、イエーイ、これやる必要はないんですけどね、イエーイ、クイックボームと、オッケー、いやーまあここまではいいペースなんで、このペースのまま行きたいですね。さあ、あ、これでステージ2クリアだっけ、もしかしてまだステージ残ってたっけ、ちょっと確認しましょう。やかんやかん、お、クリアしましたね。じゃあこの先あと 何ステージ分だけあるか数えてだけ置きましょう。次サイト3 1 2 3 4 5 6 7 8 9、サイト4がすごいな、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17、なんで、さっきの9と合わせて26で、サイト5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12,13,14 15,16,17,18
18なんで、さっきの26と合わせて、44 でサイト6なんで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 なので、44に14を足して58、だいたい、まあ一つのパートで進めていく武器の数が5だとすると58で11余りなんで12か、12パートあとかかる計算ですね。まあ後半になればなるほど一つのパートにかかる時間がかかって、一つのパート3武器とかになったらもっともっと伸びる、まあ、最低12パートぐらいあるよっていうことが判明しましたね。これからしばらくお付き合いください。ペースいいと思ったのは僕だけだったかもしれない。いやー、予想外でしたね。よいしょ。ということで一旦終わりましょうか。サイトにはね、無事クリアしたってことで、まあとりあえずそこは祝いましょう。小鮭くん、ああ、埋まってた。さあ、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。